昨日もテレビ見たら夜中新番組やと思うけど、ノブさん、あと弘中アナ、聖子、とあの子名前出てこへん。うわ、吉沢亮。あー、かっこいいよね。そう、吉沢亮、聖子横並びで4人でパネラーで番組しててさ、もう聖子ってその位置なんやと思って、マジでそのもう鈴木紗理奈みたいな感じなんや。いや、そうよ、その感じなんだよ、でもそのならなきゃいけないよね。だから慣れないとね、せっかく芸能界に入っている吉沢亮さんの隣でも平気でボケれるように。そうやね、だからギリギリ一緒になることがありました、で横に座ることありました。でももうボケられへんやん。そうなんだよ、しゃべられへんやん。そうだよ、ね、もうノブさんになりわれても、ねえねえ、ほんとそうだよね。言うしかないやん、ほんとだよ。もう聖子はブレずに、めっちゃ今思うもん、その吉沢亮とか俳優さんと並んだ時に、果たして自分は面白いことができるのか。あと、その田中みな実、宇垣美里、弘中アナと対峙した時に、嫌なこと言い返せるのか。いや、ほんとこの自信ないもん。確かに、しかもさ、なんか嫌なことをさ、若手のさ、売れてない女芸人っていうのは嫌なこと言うの仕事じゃないですか。誰が言うてんねん。そうで、嫌なこと言う。で、しかも私も、その、まあ、吉田ちゃんもどっちかというとそうだけど、その人にね、こういう女は嫌だとか、ああいう女は嫌だとか、いや言うじゃん。でもさ、芸能人になっててさ、その人友達になっちゃったりとかして、そうやねさ、果たして私はその友達に、そうやね、言える？その、そういうの私がね、そのなんかもう、でもいい子ですからねとか、っていう空気を全体ですよ。そう。ってなっちゃわかんねん。ってなった時に、本当に今日見てくれてる、その多分吉野君今見てる人が3人ぐらいですか。そのね、その3人が悲しいじゃん。あんなに言ってたのに。負けちゃったって思われるね。そのぶりっ子の女とそのシャンパングラス持って写真港区で飲みますみたいな、その感じになったらどうしよう。マジでその自信あるもん、うちも。そう、そう、マジである。その絵見えるよね。見える、マジで見える。その絵見えちゃう、自分たちが。そのめっちゃ怖いね、それ。そうだから、もう最近は売れない方がいいんじゃないかと思う。